360ビギナー向けレッスン4アセンブリこの動画では複数のパーツを組み立てる方法について学びますそれでは早速ですがアセンブリの概要について説明いたしますアセンブリは複数のパーツが組み合わさってできた組み立て品のことです アセンブリを作るにはジョイントや位置固定ジョイントを使ってパーツ同士の動きを定義して組み立てますこのようにパーツ同士の動きを定義しますフュージョン360ではアセンブリを構成するパーツをコンポーネントによって定義します コンポーネントは、一つのパーツを提示するためのコンテナです。データを入れる箱のようなものだと思ってください。こちらのアイコンや、こちらのアイコンがコンポーネントを示しています。コンポーネントを開くと、中には原点、ボディ、スケッチなどが入っています。 これれらのののデータを入れる箱のようなものがコンポーネントです。コンンポーネントを多重に階層化することで大規模なアセンブリを完成できます。例えばこちらのコンポーネントを展開するとコンポーネントの中にもコンポーネントが入っており多重に階層化されていることがわかります。 白い箱が2つのアイコンはコンポーネントの中にさらに別のコンポーネントが含まれていることを示しています白い箱が1つのアイコンは単体のコンポーネントを示していますコンポーネントの作り方はいくつかありそれぞれにメリットやデメリットがあります設計手順や モデリングするものに合わせて適した作成方法を使うことで後から編集がしやすいデータとなります。これからコンポーネントの作成方法を3つ紹介しますが完璧に覚える必要はありません。方法が1つではないことを知っておくのが大切ですので気楽に聞いてください。まず1つ目は ボディからコンポーネント化する方法です。あるファイル内でボディを作った後にそれぞれのボディを別々のコンポーネントにするやり方です。二つ目は空のコンポーネントを作成する方法です。この方法はファイルの中に空のコンポーネントを作成してから そのコンポーネントの中にモデリングをします空のコンポーネントを作ってからそこにモデリングを行います3つ目は別のファイルをコンポーネントとして挿入する方法ですパーツごとに別々のファイルでモデリングをしてからそれらを空のファイルや 別のファイルに挿入します。1つ目のボディからコンポーネント化する方法では1つのファイル内で設計を進めます同じファイル内に複数の部品を作るので相互に部品の参照ができ寸法や形状を検討しながらモデリングが素早く進められます作ったボディをコンポーネント化するとこのように コンンポーネントになりますしかしこの方法はコンンポーネントごとに履歴が残りま,せんまたパーツの数が多いと管理しにくくなりデータが重くなりやすいという欠点があります2つ目の空のコンポーネントを作成する方法はコンポーネントごとに履歴が残ります 空のコンポーネントを作成します。この空のコンポーネントの中でモデリングを進めます。そうするとこのように履歴が残ります。もう一度やってみます。空のコンポーネントを作成してからこのコンポーネントの中で モデリングをします空のコンポーネントを作る方法ではコンポーネントごとにデザインの履歴が残りますただしどのコンポーネント内でモデリングをするかアクティブコンポーネントの切り替えを忘れると後からは履歴の管理が難しいというデメリットもあります3つ目は 別のファイルをコンンポーネントとして挿入すす。る方法ですこの方法はパーツごとにファイルが違うためパーツごとに独立性がある点が特徴です形状の変更がしやすくエラーが出にくいというメリットがあります ししかし一方であらかじめ部品の形状や構成が詳細に決まっている必要があります。以上がコンポーネントの作成方法とメリットデメリットになります。このレッスンで使うのは一番初めに紹介したボディからコンポーネント化する方法です。 前回のレッスンまでで一つのファイル内に複数のボディをモデリングしましたそこでこのボディを別々のコンポーネントにすることでアセンブリを作っていきますそれでは実際に操作していきましょうここからは前回のレッスンのデータを使用します前回までのデータがない方も データをご用意しておりますので、そちらを使って操作の体験ができます。前回のデータがある方は、そちらを開きましょう。このレッスンからご覧になる方は、動画の説明欄に URL がありますので、そちらをクリックします。すると、このような画面が開きます。 Fusion360 で開くをクリックします N ランチャーアプリケーションを開くをクリックしますそうすると Fusion でデータが開けますデータを開くことができたでしょうか まずは操作を行うときにパーツの名前が分かりやすいようボディの名前を変更しましょうブラウザの中のボディフォルダの左側の三角形をクリックしてボディのフォルダを開きますブラウザの中でボディをクリックするとこのように該当するボディがハイライトされます どのボディかを確認して名前を付けます。ここをクリックするとこのようにハイライトされるのでこのボディは車体だとわかります。もう一度クリックして名前を変更します。次のボディも同様に一度クリックして どのボディーかを確認してから、こちらは前輪と名付けましょう。同様に名前を付けていきます。こちらは後輪。こちらはロッド1と名付けます。 すべてのボディの名前が変更できたら、新規コンポーネントを作成します。アセンブリの中に、新規コンポーネントというボタンがあります。こちらをクリックします。今回は、ボディからコンポーネント化するので、ボディからにチェックを入れます。 空のコンポーネントにチェックをすると最初に説明した2番目の空のコンポーネントを作成する方法でコンポーネントを作成できます今回はボディからを使用しますボディの選択の欄に5つのボディすべてを選択して OK をクリックします ブラウザを見てみると、それぞれのボディが含まれたコンポーネントが作成されたことがわかります。また、ボディをドラッグすると、このように動かせるようになっていることが確認できます。ボディの位置を動かすと、右上に位置のボタンが追加されますので、元に戻すをクリックすると、パーツの位置が元に戻ります。 パーツを動かすと、位置のボタンが出てきます。こちらを元に戻すをクリックすると、パーツの位置が元に戻ります。次に、基準となるコンポーネントを固定します。ある2つのパーツをジョイントを使って関係付けて動かすには、どちらか片方のパーツが固定されている必要があります。 ここでは、車体を固定してみたいと思います。コンポーネントの、車体を右クリックします。固定というボタンがあるので、固定をクリックします。そうすると、コンポーネントのアイコンに赤いピンのマークがつき、車体、 をドラッグしても動かなくなります。それでは、ジョイントを使って、車体と車輪を組み立てましょう。ジョイントをクリックします。コンポーネントには、組み合わさる基準となる点を選択します。この時、どの面の中の、どの位置の点か、 を意識すす。ることがうまくいくいコツですマウスカーソルについてくるマークによってどの面のどの位置かを定義します例えば今から選ぶ位置は前輪の内側のこの面の中心点です前輪の 内側の面、この面内側の面がハイライトされる位置にマウスカーソルを持ってきてこの位置でコントロールキーを押しながら選びたい中心点までマウスカーソルを移動しますジョイントの原点のマークが中心点にあることを確認してクリックをします もう一度やってみます。前輪の内側の面にマウスカーソルを持ってきて、ハイライトされる位置でコントロールキーを押しながら選びたい中心点まで移動します。ジョイントの原点のマークがこのように中心点にあることを確認してクリックします。一箇所選択できました。 コンポーネント2はこちらの車体の側面の穴の中心を選びたいのでまず車体の側面にマウスカーソルを持ってきてコントロールキーを押しながら穴の中心まで移動しますもう一度やってみます 車体の面がハイライトされる部分にマウスカーソルを持ってきてコントロールキーを押しながら穴の中心点までマウスカーソルを移動させますそしてクリックしますこのようにどの面の中のどの位置の点かを意識することが大切ですタイプを 回転にして回転に Z 軸を選択しますアニメーションの再生ボタンを押して動きを確認します動きがおかしい場合は軸が間違っていないかコンポーネントの 原点の位置が間違っていないかを確認しますアニメーションが正しければ OK をクリックします同様に後輪と車体の間にも回転のジョイントを付けますアセンブリのジョイントをクリックします コンポーネント1にはこちらの後輪の内側の面の中心点後輪の内側の面にマウスカーソルを持ってきてコントロールキーを押しながら中心点にマウスカーソルを移動させますそしてクリックしますコンポーネント2は 車体のこちらの面の中の穴の中心点になりますので、まず、この車体の面がハイライトされる位置にマウスカーソルを持ってきて、その位置でコントロールキーを押しながら、穴の中心点にマウスカーソルを近づけます。ここでクリックします。 そうするとこのように後輪にも回転のジョイントをつけることができます。OK をクリックします。これで前輪と後輪を車体に組み付けることができました。ここで一旦ジョイントの種類について説明します。 コンポーネント同士の相対位置を定義する方法には、ジョイントと位置固定ジョイントがあります。ジョイントは、ある一つのコンポーネントを基準として、そこに別のコンポーネントの位置や相対移動を定義するものです。一方、位置固定ジョイントは、コンポーネントの 位置をを保ったままコンンポーネント同士の相対移動を定義します。先ほど行った車体と前輪車体と後輪のジョイントはコンポーネントの位置を保ったままジョイントが定義できるのでこちらの位置固定ジョイントを使っても同じ効果が得られます。 ジョイントのタイプは2つのパーツの動き方を表しこちらの7種類があります2つのパーツをその場で固定する合成回転スライダー 円柱上ピンスロット平面ボール この7種類のジョイントのタイプがあります。ジョイントの種類が分かったところで、こちらのロッドにジョイントを追加していきましょう。ツールバーの右側に、1が表示されている場合には、元に戻すをクリックしてください。今度は、1固定ジョイントを使って、 組み立ててみましょう。アセンブリの中の位置固定ジョイントをクリックします。位置固定ジョイントを使うと、コンポーネントの位置関係を保ったままジョイントができます。コンポーネントに、後輪とロット1を選択します。 後輪とロッド一を選択します。一にロッドの穴の中心。ここをクリックします。こちらの位置を選択するときもどの面のどの位置かを意識しましょう。 こちらの面の上でコントロールキーを押して、この中心点にマウスカーソルを近づけると、この中心点が選べます。ここでクリックをします。タイプに回転を選択して、アニメーションの再生ボタンを押して動きを確認します。 この時のアニメーションは2つのコンポーネントの相対的な動きがあっていればそれで大丈夫です OK をクリックしますドラッグして確認してみましょう正しくジョイントがついていそうです 元に戻すをクリックします今度は前輪とロッドをピンスロットのタイプのジョイントでつなぎますアセンブリの位置固定ジョイントをクリックします コンポーネントに前輪とロット1を選択します一に前輪の車軸の平面こちらこちらをクリックします この位置です。タイプが回転になっていると思いますので、こちらをピンスロットに変更します。そうすると、このように動きます。動きが正しければ、OK をクリックします。 ドラッグすると正しくジョイントが追加できたことがわかります。反対側の車輪とロッドについても同じようにジョイントをつけていきます。位置の欄の元に戻すをまずはクリックします。そしてア線ぶりの中の位置固定ジョイントを使います。 後輪とロッド2を選択します。位置にこの面のこちらの中心点を選択します。後輪とロッド2は回転でつなぎたいので、タイプを回転に変更します。 アニメーションをクリックして動きが正しければ OK をクリックします前輪についても同じようにピンスロットをつけていきますアセンブリの中の位置固定ジョイントをクリックします 前輪とロット2をクリックしますそして前輪の車軸の平面の中心点を位置として選択しますタイプをピンスロットに変更しますアニメーションをクリックしてこのように動いていれば OK をクリックしましょうこれですべての部品を組み立てることができました Fusion360 ビギナー向けレッスン4はこれで終わりです今回はアセンブリの作り方を学びました次回は 作ったモデルをもとに図面を描く方法について学びます。ご覧いただきありがとうございました。